はい、こんにちは、ぬれねずみです。今日はですね、YouTube モバイルライブ、卒業式目録って感じでね、放送になりますので、よろしくお願いいたします。で、こちらですね、ちょっと待ってくださいね。はい、こちら、今日ですね、ニュースが飛び込んできまして、こっち YouTube ヘルプからのあれですね、モバイルでライブストリームを作成するってとこなんですけど、この度 YouTube はモバイルデバイスで、YouTube ライブを使用するための資格要件を引き上げました。モバイルでライブ配信するにはチャンネル登録者が1000人以上であることが必要になりますと。で、なお、この要件は他のライブ配信ツールには適用されませんと。チャンネル登録者が1000人未満の場合でも、引き続きパソコンとウェブカメラを使ってライブ配信できますと。はい、感じですね。だからパソコンを使ってはできるってことですよね。っていうことはあれですかね。外でやるとき、まあ、例えばそのノートパソコンを使ってるときはできるけど、タブレットじゃできないってことですかね。この辺ね、ちょっと詳しい方いたら教えてくださいって感じですね。はい。で、一応自分がね、ちょっと作り、お話ししようとして考えたのはこちらですね。だから卒業式目録で、ね。一応、もう卒業式、もうすぐ終わってますよね。今頃卒業式してるとこないと思うんで。入学式ですね、本当はね。でもまあ卒業なんで卒業式って感じになってますね。はい。ちょっと遅くなっちゃいましたね。はい。そんな感じ。で、概要ですね。YouTube ヘルプ画面を使っての説明と。はい。まあそれに関してはもう今終わりましたと。で、次。そもそもモバイルって何？コトバンク先生の説明ですね。はい。これちょっと後でやっていきます。ちょっとふざけてる感じですね。はい。で、3。なぜ推測と。はい。そんな感じ。まあなんでだろうと。うん、そんな感じですね。のお話。これちょっと後でやっていきますね。で、次がですね。4。悲しんでいる人は誰と。はい。自分ですね。俺です。はい。ただまあね、他にもどのぐらいの人が悲しんでるんだろうとね、それを考えてみようって感じですね。うん、俺関係ないなっていう人が羨ましいですね。次です。はい。今後の方針、あとです。思いついた企画ですね。はい。で、こちらもちょっと読んできますね。さようならモバイル YouTube ライブ24時間カウントダウンと。はい。本当はね、切れるまでですね。いついつまでに切れますよってなるんだったら、まあ自分はね、勝手に4月の31とか、まあ勝手にその区切りがいいところでね、考えてたんですけど、まあよく見たら、これですよね。もう引き上げましたって書いてるから、もう決定事項ですよね。時給800円だぞみたいな。そんなもんですね。はい。不思議なもんですとかですね。はい。で、次がですね、6。いつから、YouTube モバイルライブ。そう。だから、いつからなのかなっていうのは、ちょっとね、別撮りですね。で、ちょっとやってみようかなと思ってますので、よろしくお願いいたしますと。はい。一応、そんな感じのお話ですね。自分もね、こういう話題をね、動画に上げるのが初めてなんで、あとね、この話題で他にも動画を作ってらっしゃる方がね、いるのかどうなのかっていうのと、まあ、それこそ地震とかね、台風とかと同じで、もうとりあえずさっさと出すっていうのが一番なんで、慌てて撮ってる感じです。ただね、ちょっとね、音がね、ちょっと割れてたんで、ちょっとね、これもう3度目なんですよね。ですから、ちょっと新鮮に話せるかどうかちょっとわかんないんですけど、やってみますって感じです。で、これ終わりましたね。コトバンク先生の説明ですね。これ、コトバンク先生も3回目なんです。コトバンクですね。はい。コトバンク。で、最初がですね、ACSCIIJP デジタル用語の解説と。はい、こんな感じですね。まあ、だから今風ですよね。だからこれ書いてるんで、あとはこの、モバイル大辞典の解説とか、まあ、いろんな解説が載ってるんですよね。これね、コトバンクってね。うん、そんな感じですね。だから今は、多分そういう時代でしょうね。誰かの情報が正しいっていうよりは、もう、こういう人はこういうことを言ってますよ。こういう人はこういうことを言ってますよ。こういうことはこういうことを言ってますよって言って、あとは自分で、まあ、それこそしっくりいく解説であったりとか、それを総合的に考えて、大体こういう人が、こういうことが合ってるってことは、まあ、大体こういう感じだなっていうのを、ま、考えるって感じでしょうね。うん、そうですよね。うん、まあそういう時代ですね。まあ大体で言うとですね、まあ自由に動く移動性の、まあとりあえず移動してると。で、携帯可能な小型のモバイル、小型のコンピューターのことを指すと。で、また、外出先から、PHS や携帯電話、公衆電話などを利用して、ネットワークに接続し、オフィスや自宅のパソコンを操作すること。それもモバイルって言うんですね。これはだからもともと言葉の成り立ちです。なんか遠隔操作みたいなことですよね。これで言うとね。うん、まあ、言葉が好きな人はね、こういうのを読むだけでも楽しいかもしれないですね。で、自分がここに驚いたのは、ノマドっていうのもここに書いてるんですよね。ノマドっていうのもね、最近知った言葉なんですけど、
あれ何ですか、もともと遊牧民とかなんかそういう感じじゃなかったのかな、うん、移動できると、本来は移動できるという意味ですが、パソコンなどのデジタル機器を持ち歩き、移動中や、モバイルで利用す、移動先で利用することを指しますと。じゃあ、新幹線でパソコン持ってなんかあれやってる人ですね。なんかやってますよね、カチャカチャ。あれ、モバイルしてますねっていうのかな。コマーシャルである、ありそうですね、なんかね。座ってるサラリーに。いや、モバイルじゃないよ、と。オフィスを使ってるのはモバイルになるのかな。ネットワークにつなぐっていう。だからこの辺もね、多分、言葉って多分、意外と曖昧になってくるもんだと思うんでね。そんな感じ。だからこの辺もね、ちょっとね、興味がある人は読んでみてください。だから言葉の意味も変わるんだと。そうですよね。はい、そんな感じです。で、次ですね。はい、ちょっとさっさと行きますね。もう6本話してるわ。なぜ推測で、パソコンではできるとね。で、スマホの利点で、野外で気軽にできる、見てる方も楽しいと。まあ、それはね、自分も大体家の中で見てることの方が多いんですけど、やっぱり家にいながらね、ハワイの景色が見れたりとか、あと、まあね、中国でもいいですし、なんかいろんな世界に飛んでいけるってこともないんですけど、まあそういう感じがやっぱ楽しいっちゃ楽しいですし、ましてやライブとなるとね、ちょっと感じ方が違ってきますもんね。今そこにいるんだっていうのがやっぱり楽しいんで、そうですよねって感じですね。そういう意味では、まあノートパソコン持ってたらできるのかもしれないけど、まあスマホとかで簡単手軽に配信できるっていうのは、まあ見てる方も楽しいし、やる方も楽しいしっていうのはあるのかなとは思ってますねって感じですね。で、一応まあ推測に関してはまあコンテンツの増大による、サーバー負担、あとライブよりまあ基本的にはクリエイト作品重視って感じもあるのかなっていうのはもうこれ完全に憶測ですね。そんな感じ。まあよく考えたらね、お金かかってますからね。確かにね、っていうところもあるんですけど、そこをどうするかですよね。だから自分がちょっと考えたのは、じゃあチャンネル登録者1000円いってない人は、でも、1000人いってない人は500円払ったらできるよって言っても、まあもともとそういう1000人いってない人のことを考えるべきか考えないべきかっていうのもありますしね。まあ、どっちでもいいですね、自分は。そんな感じです。まあでもね、これだけこう、大きくなると、こういう方針だからこう、だからこうした、だからこういうことになったという説明があってもとは思うけど、まあなくてもいいよなって感じですね。まあこれはあれです。先ほども言ったのは、別れ話ですね。別れ話の時に、これこれこうで、これこれこうで、これこれこうで、これこれこうだからあなたと別れるって言われるのと、別れよって、それだけとどっちがいいかって感じですね。そうですね。別れ話だ。まあでも聞いといた方がいいのかな。選べるのがいいですね。そんな感じですと。はい。で、次がですね、4、悲しんでいる人は誰？はい。まあ、これは俺ですね。はい。まあ、で、あとはですね、どのぐらい、俺と同じ、って言ってる人がどのぐらいいるかっていうのを知りたいって感じですね。だから、YouTube 配信者ですね。配信者の方がどのぐらいいると。まあ、あとは、例えば、1000人いってない方でも、その人のファンだった人とも、とかもいるでしょうしね。そう思ったら、まあ、1000人いってない人のファンの人も悲しむ可能性はあるってことですよね。そうですよね。そう思ったら配信者がなんで1000人いってないとっていうよりは、その聞いてる人が声を上げた方がまあ響くかもしれないですけどね。で、あと1000人いってなくてモバイル配信、日本で大体どのくらいいるのかなと。で、諸外国で何人と。ただまあそうなってくると YouTube 配信ができなかったら他のでやるっていうのもありますし、まあ現に YouTube よりね、こっちの方がね、まあおしゃれってこともないけど、流行ってるし、こっちの方がいいよっていう人もいますでしょうし、だからその辺もまあ選ぶ時代っちゃ選ぶ時代でしょうけどね。まあ本当は一つのコンテンツでやれた方がいいんでしょうけど、って感じですね。だからまあ YouTube の方針としてはやっぱりこのクリエイト、そうですね、だらだら配信するとか、まあその、だから、SNS というコミュニケーションツールとしてのそっちを重視するのか、だったらまあライブのような気もするんですよね。で、ただやっぱり作品だと。で、クリエイターさんを応援するあれだという方針で言えばまあ、そっちにもなるでしょうしって感じですね。
だから今ライブでね、アプリとかでやってるところに関して言えば、もうそういうのに関してはもう YouTube にはかなわないと。だからこっちはまあライブで行くんだっていうところでもあるんでしょうしね。うん、そういう意味では、あっちの人は逆に1000人っていうのを作ってくれた方がまあ喜ぶでしょうね、アプリの人はね。うん、そうですね。ただ難しいですよね。作品っていうのに関するその興味っていうのがあるようでないようでって感じですもんね。うん、良くも悪くも作品の方が癖が出やすいっていうのがあるんですよね。うん、自分も思うんですけど。だから話してての楽しい人と、あとはその作品ですね。作品がこう、あれになる人っていうのも違いますし、あとまあ自分の気分にもよりますよね。うん、その辺がどうなのか。まあでも作品を見てもらうっていうのは今ちょっと大変な時期かもしれないですね。おしゃべりしてる方がやっぱ楽しいっちゃ楽しいですもんね。うん、で、それを見てる人もそれはそれでちゃんと楽しくなったりとか、あとまあピンで喋るのとね、コンビで喋るのとどっちが分かりやすくて、ね、どっちがその人の性格が出てくるかって言ったら、やっぱり、ね、二人で喋ってる方がそう見えやすいんですよね。っていうのもありますし、話しかけやすくもなるしっていう、まあそれちょっと別の話題ですけどね。一応そんな感じです。で、まあこれだけを、これ説明したかな、ちょっと忘れてた。うん、そんな感じですね。あとまあ悲しんでる人は誰と、あ、これどこまで行ったか忘れちゃったな。あ、そうですね。まあ日本でどのぐらいだと。で、外国で何人だと。一応そんな感じです。あとはですね、PC、スマホの浸透率ですね。まあその国の事情、国民性などから、それぞれの国の YouTube 管理が、まあ今の状態ならこれだなとか、方針を打ち出してもいいのかもと。うん。それは多分ね、様子を見てやってるんで、これがまあ、全世界の中での方針なのか、日本の YouTube だけの方針なのか、それはちょっとね、あれなんですけどね。YouTube に関しては基本はね、今強者だと思うんでね、強者が、逆に制限をつけるっていうことで YouTube の格を上げていくっていうイメージですね。そういう意味ではね。まあライブってね、今アプリでどんどんね、高校生とか中学生とかもやってるんで、そこはやらないよと。1000人行った人しかできない、そういうことにするんだっていうのも一つの方針なんでね。うん、そうですよね。そんな感じです。うん、あと、ま、浸透率なんですよね。まあ、だから、あと、YouTube っていうのは編集するっていうのが基本的にはあるんですけど、そこまで行ってない国ではね、もうスマホでもとりあえずライブでね、いろんな人が話して、喋ってっていう感じの、なんだろうな、利点とかもありますし、だからそっちを重視するっていうのもありますしね。その辺は難しいですよね。まあ、国によって多分違うと思うんですけどね。だからこの辺もちょっと調べてみたら楽しいかもしれないですね。うん。そんな感じですと。はい。ね、流されやすくて秋っぽい日本人には今これだなとかね。うん。そんな感じです。まあ、その辺もね、考えながらね、多分やってる方はやってると思うんで、って感じですね。はい。でも基本はね、自分はどうやるって決めたらそう、やって、それで離れていったらまたその時考えるっていうのはありだと思うんでね。うん。どんどんやってみてくださいっていう感じですね。で、あとは今後の方針、思いついた企画です。ちょっと長くなっちゃったんですね。さようなら、モバイル YouTube ライブ24時間カウントダウンと。まあ、これちょっと考えた感じですね。だからこれいつまでやってるのかなっていうのは、自分も4月の30とか31とか、4月30日までですね。30日ぐらいまでかなと思って、ちょっと考えたんですけど、よく考えたら、これですよね。引き上げましたって書いてるから、もうできないのか、まだできるのか、それを最後、いつからと、YouTube モバイルライブ起動してみようっていう。まあ、そういった感じのね、動画もちょっと上げてみようと思ってますので、よろしくお願いいたします。あとはね、これだとこうだ、これだとこうだとか、私はこう思うとか、こう、ね、そういうのがありましたらですね、コメントなどいただけたら嬉しいですって感じですね。はい。じゃあよろしくお願いします。ぬれずみでした。失礼します。